おはようございます、みんなしっかり準備してきてもらって今日迎えるわけですけども、チームスローは横浜一新、これはもうここいるみんな全員で1年間ブレずに最後まで戦っていきましょう。 OK、はい、ファンの人たちが、まあ、ワクワクするような、はい、あの応援したくなるような試合をしていただきたいなと、はい、責任持ってやらせていただきます。よろしくお願いします。ファンもイコールベイスターズ、ベイスターズファンは全国にいるというところでの、その人たち、全国の人たちの心を一つにして戦っていきましょう。しんどいことはいっぱい待ってんだろうなっていうのは覚悟してますけど、まあ、でもそのしんどいのを乗り越えないと優勝できないと思ってますね。逃げんなよ、あのいいバッターいっぱいいるかもしれないけど、攻めていって向かっていってね。よし、行き方じゃない、そっちに後ろに行ってる。今のチームでみんなでなんとか勝ちたい、勝ち、その練習試合であってもめちゃくちゃ勝ちたいって思います、うん。人に見られてるからやるとかあんまりそういうの好きじゃない。めちゃくちゃ悔しかったし最初。なるほど。ファンスターたちが来て。この今日のもう一番のあれですか。フォークが高い。ああ、悔しい悔しい。彼の注目は持ってるから。はい。爪痕残します。あ、じゃあ三名で行くぞ。はい。周りの人に叩かれるんだ。もう叩かれてもいいんです。ね。そんなの怖くないです。負けることも怖くないです。なんかやっぱ去年1年間キャプテンしてて、自分らしくないんじゃないかなと思って、今年はちょっと変わったことやりたいなと思って持ってきました。はい、このボディーペイントで、みんなの今から手の甲に横浜維新の1を刻んでいきます。せっかくなんで書いた方の手を突き上げて O でお願いします。優勝するぞ。おー、最後